はい、こんにちは。不動産の目から今の世界を語る YouTuber、国際不動産エージェント IPA 鈴木でございます。今回は森喜朗元首相の女性蔑視とされる問題発言を題材にして、今、世界中でさまざまな形で行われている弱者の権利主張に関して、私の首相でコメントをいたします。森喜朗さんは私にとって印象深い政治家の一人です。 日本の政治界ではトップクラスの出現大魔王ですね。彼が首相になったのは今から20年前、2000年4月のことでした。前任者の小渕恵三さんが病に倒れて、自民党内の不透明なプロセスで森さんが首相に就任した当時、私は東京の勤め先を辞めて、オーストラリア移住の準備をしているところでした。 県案だった柏の持ち家の賃貸も決まり、成田からシドニーに飛んだ日付が忘れもしない2000年5月25日でしたが、その直前、森さんはいきなり、日本は天皇を中心とした神の国、発言をやらかして、マスコミや野党に叩かれていました。その後も数限りない出言や不適切発言のオンパレードで、 首相在任わずか1年でお辞めになられました首相としてどんな仕事をしたかよりも失言の方が印象に残った人でしたねでも彼の不思議な人徳なんでしょうかねいくらヘマをこいてもそんなに恨まれないんですなぜか死ぬまで失脚しない男なんですね森さんは首相を辞めても自民党内で有力者であり続け特にスポーツイベント分野 東京五輪やラグビーワールドカップ誘致で功績を残しました確かに森さんは元ラガーマンで大男だらけの海外ラグビー関係者の中でも見劣りしない立派な体格をしていますそれって地味に大事なことなんですひょろひょろのサラリーマンみたいな体でラグビーを語っても説得力はありませんからあと私は 不動産投資している関係で石川県の小松地方に縁があって時々行くんですがあの地方は見渡す限り森喜朗の選挙ポスターだらけまさに神の国、いや森,の国です、ね、森さんの名前を聞くとすぐ石川県の田んぼと浄土真宗のお寺木造民家の風景が浮かんできます。 北陸の大地と保守的な風土が森吉郎ととといいう人格を育んだのだの思いますところで最近の森さんの出現っていうのは朝日新聞の記事を引用するなら2月3日の日本オリンピック委員会 JOC の評議会でこう言ったそうです。女性がたくさん入っている理事会の会議は時間がかかります。 女性っていうのは競争意識が強い誰か一人が手を挙げて言うと自分も言わなくちゃいけないと思うんでしょうねそれでみんな発言されるんですという趣旨の発言をしたそうです私はマスコミ報道をあまり信用しないし前後の文脈を見ない限りコメントはしたくないですが森さんの立場と発言内容から考えて海外マスコミから偏見バリバリの書かれ方をされそうです 日本の対外イメージや国利益を損なうリスクも出てきます。その意味で彼は何らかの報いを受けるのだと思いますし、私もあの発言を擁護したくはありません。で、こういう出現があると、チェンジ .org あたりにすぐ女性差別反対キャンペーンが出るんですよね。これは政治分野のオンライン署名とか寄付のサイトなんですが、 2年前はまともだったんですけど最近は左翼系の微妙なキャンペーンばかりなので私の中ではイメージ良くないです実際文章を読んでるだけで嫌になってきます何というのか眉間にしわを寄せて告発する口調で署名を集めても社会が良くなるとは思えないですで発起人の名前を見てああこんな微妙なやつらがやってるのねとげんなりするのがオチです 森元首相の発言内容うんぬんよりも正義ずらしてそれをいじめの材料にしている連中が気持ち悪いです。他人の失敗を今か今かと待ち構えて見つけたら活動を開始するような人生って楽しいんでしょうかね。私の価値観で言うと女性の権利を叫ぶ運動って大嫌いです。別にに女性に限ったことじゃないけれども 弱さを逆手にとって、権力を振りかざすのが大嫌いなんですね。第一、大人として恥ずかしくないんでしょうか。自分のことをもっと大事にしてほしくても、それを自分から要求するって恥ずかしいじゃん。相手に大,大事にされるような人間になる方が、先決なんじゃないかなと思うわけです。相手に大事だと思ってもらえれば、 そもそも差別なんてされないわけですしそんな話とは次元の違う,違う高みに行けるわけです私は中小零細企業の経営者として日々どうやったら相手に大事に思ってもらえるかどうすれば俺のビジネスプランを買ってもらえるのかそのためにはどんな情報発信をすればいいか常にそればかりを考えてますそれはビジネスパーソンとしての基本だと思います男女や年齢に関係ない話ですよね 森さんが首相だった時、私は31歳でオーストラリアに移住しましたけど、シドニーの空港に降り立った瞬間、私はこの社会の中で弱者、少数者になりました。人種的にも私は白人ではないです。英語ネイティブでもないです。日本の大学を出たので、英語圏での学歴もありません。でもそれを逆手にとって特別な権利を主張するようなことはしませんでした。 シドニーに行ってすぐに就職活動をしましたけど当然ながらオーストラリア現地の会社は社員採用の自由があるわけですオーストラリア育ちの英語ネイティブの技術者も雇えるわけでそんな中で私は日本でアクセンチュアというグローバル企業で働きロータスノーツの エンジニアととして3年間の経歴があること英語以外に日本語や中国ができることを武器に就職活動に臨みました最初は英語の面接がうまくいかず11社も落とされて12社目でようやく就職できましたその後の努力をして地元のオーストラリア人と同じ条件で働き在職中に表彰も受けましたやがてオーストラリア人の部下を持つ身にもなりました 現地の中流層の生活もできたし不動産での資産形成もできましたアジア人だから英語にネイティブじゃないから特別扱いしろとは一言も言わなかったですもちろん誰もが私のような経験をするわけではないですそして 日本も含めてどの社会にも多かれ少なかれ人種や年齢性別などを根拠とする不平等が構造されている状況はあると思いますしそれに目をつむるわけではありませんオーストラリアはもちろんのこと最近は私の住む東京江東区も多文化社会になってきています我が家は国際結婚していて私は日本人ですが妻は台湾生まれのオーストラリア人 我が子2人は日本以外のルーツを持って生まれてきています。クラスを見渡すと、両親あるいはどちらかの親が日本以外の生まれという児童が、クラスに2、3人は普通にいます。割合にすると約7から8%ぐらいでしょうか。その子たちも純日本人の子供もたちと一緒に、これから日本社会で生きていくわけですから、そうした東京のじょ状況に即して言うならば、 子どもたちがお互いのルーツや言葉文化に興味を持ち学び合えるような多文化教育をしていく時期に来ていると思います。それはお互いの違いを尊重する行動や生活様式の自由を奪わないことが大原則でそれは日本におけるマイノリティを保護するとか特権を与えることとは違います。弱者のの権利の首相において、 多数派や強者の権利や自由を奪うかどうかという意味で興味深い出来事が6月1日東京渋谷で起こりました。それは菜食主義者ヴィーガンを名乗る人々の肉を食べるなデモで実はアニマルライツという肉食撲滅を目指す社会運動団体がやっています。で、それに反発する人たちによる肉を食べるぞデモも起こりました。 その主催者の言葉がとても印象的でした。私たちはヴィーガンという生き方を否定しませんし尊重します。実際ヴィーガンの大多数の方々はヴィーガン以外の人間が肉を食べることに文句を言わないので共存できます。でもヴィーガンの一部にアニマルライツという団体があって 彼らは地球上から畜産を全滅させることを目指しているのでそれは私たちの肉を食べる権利を侵害することになるので反対すると言っていましたどちらにもそれぞれの理屈がありますがはから見ていて「肉を食べるぞ」デモの方がずっと楽しそうなんですねアニマルライツの「肉を食べるな」デモの方は肉食の残酷さを告発するあまり屠殺状のえぐい画像がたくさん出てきてあの価値観 やを共有できないものから見て気が重くなります一方肉を食べるぞデモの方は和牛の生肉コスプレとか筋肉マンとか名古屋名物ヤバトンのプラカードとかがっつり肉の T シャツとか各自が思い思いのスタイルで参加していて楽しそうです私もその場にいたら多分参加してましたね運動が面白いと経済も回るんです YouTube のデモ画像を見た私は がっつり肉の T シャツが欲しくなって通販で注文しちゃいましたこれは千葉県松戸の会社がデザインしているとですね私の地元の会社が頑張っているのは嬉しいです人間の食用になる動物もカテゴリー的には弱者の一種でありその権利を守ることと地球環境問題を考えて肉食を抑制していく動きは必要なのかもしれませんただ現実として世の中 肉を食べる人の方が大多数なわけで彼らに対して肉を食べるなと言っても物事は動きません誰だって他人にああせいこうせい言われるのは嫌なものです価値観を共有しない人たちに何らかの行為を要求するには取引つまりディールが必要ですそれは私たち民間事業者が自分のビジネスプランを他人に買ってもらうためにあれこれ考えて 相手にメリットを感じさせて説得して具体的な行動に結びつけばディール成立になるわけですがそれと同じことを社会運動の場でやる必要がありますアニマルライツの運動はあのままでは日本では成功しないでしょうね反原発とか基地反対運動もそうですが弱者の権利を振りかざすだけでディールの発想がない社会運動は結局先細るだけです ダメな社会運動が多くの人々の反感を引き落として失敗すると結局本来やるべき弱者権利保護にもマイナスになります私思うにディールを考える能力がないのなら結局多数派や強者の権利自由を侵害しない範囲で弱者に力を与えるつまりエンパワーメントするしかないと思いますあるいは SDGs 持続可能な開発目標みたいにかっこよくパッケージして金が儲かるような雰囲気を振りまえて経済を動かしてそこに弱者保護のメカニズムを入れ込んでいくというのも一案だと思いますただマネーゲームになっちゃうと弱者保護につながらないのが世の常ではあります人間社会って難しいですね まあたまには肉をがっつり食って自分らしく楽しく生きていけばいいんじゃないかなと思います。ということで今回の動画を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。さようなら。